い、ガッチャンです。そうね。この間ミカさんからもらった洋服の、まあ、室内着バージョン、室内着のやつを着てるんですけども、そうそう、このね、ブラパッドがさ、大体こんなでっかいおっぱい、どれくらいあるのかな、そう、そう、D ぐらい、D カップぐらいあるんじゃないかな、そう、すごいでっかいブラパッドなんですけども、まあ私も昔はよくおっぱいのところにイケメンものを入れて、やっぱりね、おっぱいがあるとないとで、よく服の見え方違いますからね。そう、ブラパッド入れ、なんか、詰め物をして、膨らみを持たせたんですけども、そう。なんか久しぶりに自分の胸があるみたいです。今日はすっぴんなんですけど、うん。私ね、実はタバコ大好きで、そう。ちょっとね、タバコの話したいなと思って、ちょっと動画撮ってます。はい。ね、でもね、タバコ好きなんですけども、今流行りというか、まあ、電子タバコはすいません。で、紙巻きタバコも今はほとんどすいません。今は、パイプだけかな。パイプはですね、もう吸うようになって10年以上経ってるんですけども、そう、とは言ってね、とは言ってもこれすごい高いパイプではなくて、そして1500円ぐらいで買えるような、安いタバコなんですけど、香りがいいんですよね。私、タバコの味が好きなんで、気まぐれで暇だから吸うってことはあんまないです。たまに吸いたくなったらもうがっつり吸うって感じなんですけど、うん。このまま喋れる。聞こえる？このまま喋ろうか。はい、それで、そうですね、まあ、日本では合法になってないんですが、どうだろう、みんな、マリファナって、まあ、朝ですよね、マリファナ、大麻とかマリファナ、マリファナ、みんな朝だけど、マリファナ吸ったことある人います？この中に。そう。普通はね、吸ったことないですよね。私も海外で生活した頃があって、決して合法な国じゃなかったんですけども、日本ほど厳しいところではなく、マリファナ、ぶっちゃけ大好きです。ただ、まあ国内にいると、まあね、私が捕まると迷惑かかる人いっぱいいるので、マリファナに手を出すことはないです。なので、私の部屋を探しても、どこにもマリファナはないんですが、まあ、海外行った時ね、このパイプでマリファナ吸ってたので、まあちょっと、匂いが残ってる。いや、残ってるな。直後はね、なんかマリファナっぽい匂いする時があったんですけども、まあ、今、匂い、全然マリファナっぽい香りもしません。まあね、マリファナ、が、いい悪いっていう議論は多分なんですけども、どうですかね、朝って朝織物とかもいろいろあるじゃないですか、あれですよ、タイマって。そう、実はね、新潟県長岡市に限らず、新潟県って、以前はお米以上に麻の産地で、新潟県、この長岡市でもね、麻を煮るんだったかな、煮るための大きな釜がね、地域ごとにいっぱいあったんですって。まあ、それが戦後、日本に帰ってきた GHQ が全部禁止にしたんですけども、まあ、言ってしまえば、麻製品、を全部やめて、プラスチックの、プラスチックの製品に変えましょう。要は、ナイロンの、服を売れるようにするために麻を駆逐させたという、お話って、あれじゃない、あるんですよ。そう。まあ、その中で、麻を、
新たに、まあ、タイマーを作るんじゃなくて、麻を使った、例えばあの CBD オイルとか、ものすごく今注目を集めてますけども、CBD オイルとかを作るにしても、例えば花火の、あの導火線、あの麻でできてるんですけども、まあ、それにしても、麻って今、日本中でこれから作りますっていうのが、ものすごく大変な作物になってしまったわけですよね。でもまあ国内産の麻を求める声はやっぱあるわけで、まあね、ここらでよろっと麻の生産っていうものも解禁してもいいんじゃないかななんて私は思ってます。まあもちろんね、現状でマリファナを禁止にしている国なので、まあ、マリファナを解禁しなさいっていうのはちょっとね、動画で喋っちゃうのはちょっとどうかなと思うんですけども、私個人的にはね、まあ、世界中マリファナ解禁のね動きがある現状ですから、まあ、ぶっちゃけねお酒とタバコが良くてマリファナがダメっていうのはちょっと理解できない。そう、理解できません。私ね、マリファナが多分合法になったら多分すぐ買いに行きますね。まあオランダみたいにカフェでしか吸えないみたいな、カフェでしか売ってないっていうのでもいいと思うんですけども、まあ、段階的にもマリファナが解禁してくれたら、いいなと思ってます。そう、そんな本と言ってるとまたマリファナが吸えるような国ふらっと遊び行こうかななんて思ってますが、とりあえずね、今国内ではマリファナ、私は吸ってないので、とりあえずパイプで我慢してます。まあね、ここら辺に住んでるね、おじいちゃんたちが昔ね、タバコの代わりにバナナの皮の中の白い皮を干して吸ってたっていうのを聞いたことあるんですよ。うん、これがマリファナみたいなの、ちょっとふわっとする。マリファナといってもね、マリファナタバコ、きついタバコほどふわっとするわけじゃないですかね。そんなにふわっとなんか気持ちよくなったな、お酒より全然軽い感じのふわっと気持ちよくなったなっていうのはぐらいなもんなんですけども、バナナの皮がマリファナと同じような効果があるっていうのをなんか近所のいちゃんたちが言ってたので、この間バナナの皮を乾燥して吸ってみたんだけど、ぶっちゃけね、臭い。そう、おすすめしません。で、マリファナみたいな効果があるかったら、そう、うん、臭くてね、煙をゴクンって飲むのがちょっと辛かった。まあそんなわけで、私はマリファナの合法化に賛成します。ガチャでした。